今回は全員初打ちの機種で実践。みんなで桜を舞い散らかしましょう。こんばんは。こんばんは。さあ今回はビーナスギャラリーペップ通店に来てます、はい、さあ今回なんですけど、うん、企画がですね、なんと桜舞い散らかしたあらあら散らかしてる散らかしてるこっちも散らかしてるしこっちも散らかしてるどこのこと言ってるちょっとあんまり言ってないでくださいよハゲなんて言ってないですからねいや俺言ってないめいちゃん言ったんやどうしたんですか今日こんなセンス持ってジャグラマイスターなので紫ということでいやそんなことないでしょ分かってないけどこれ以上長引かせると面倒くさいことになりそうだなっていうことで、はい、そうですね、まあ、今回、うん、まあ、あの桜舞い散らかしたいということで、はい、実は3人とも、うん、あのスーパー海物語 in 沖縄4の桜バージョンを打ったことがないということで、はい、ないですね、はい、今回はみんなで桜を舞い散らかそうっていう企画となってるんですよね。はい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 。ただ、うん、なんか、うん、デリカスさんが、うん、なんか千本桜の曲が結構好きっていう風に聞いたんですよね。大好きです。どういうところが好きなんですか。なんか好きいやなんか好きって なんか理由あるでしょう。一番好きなのは誰なんですか先生。一番好きなのですか、はい、ちょっと自分が好きですでしょうね。自分大好きなら今回こそはかっこいいところを見せてくださいよ。今回の舞台はビーナスギャラリー別府通店。パチンコは280台、パチスロが201台設置。店内は遊べるパチンコ、パチスロコーナーがありますよ。散らかすぞ。散らかってるぞ。もう散らかってないぞ。散らかってるぞってダメでしょ。自分じゃないですよね。自分じゃないですよね。いやそれはもちろんです。ああそうです。先生全然散らかってないでしょ。散らかってないですね、はい、大丈夫、まだ散らかっていませんよ。何もないです。今回初めて桜バージョンじゃないですか、じゃあデリカス先生からちょっと説明。この台の特徴はですね、図柄を割ったりしたら必ず角形に突入します。はい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 。 ST が33回転プラス67回転の時短がつくので連鎖ポは100回です。はい、突角とかないので、うん、そうなんですよ。はいはいはい、当たればもう絶対入るということですね。当たれば絶対入ります、はいはい、33回転の ST ST ですね。で残りが時短になると。時短が67回転。そうです。千本桜の曲、うん、あれっていつ流れるんですか。あれは大当たりラウンド中ですよ。おお、私の大好きな初音ミク、はい、初音ミクじゃない、あ、千本桜でした。違うの。いろいろバージョン。ほんと何言ってるんだよ。ここは初音ミクじゃなくてアイマリンの千本桜でしょ。どこで聞くの。ボーカロイドどこで聞いてるんですか先生。ボーカロイドはベッドの上です。ああベッドの上。ベッドの上、意味がわからないな。何してんだよ。だからこう聞いてる感じですから、横に流しながらこう寝てる感じですよ。いつもベッドの上で聞いてます、はい、ラスト。あー厳しいな。あ、桜の花びらが ここもあーここもハイビスカスだ、ね、ここが桜になってます。桜になってる。いろんなとこに桜があしらわれてる。ほらねえ、うん、でも桜ってなんかちょっと癒されますよね。桜はね、いい、やっぱり ね前はそんなこと思わなかったけどもう止まれ、止まらない。前は本当に全然思わなかった。見に行きたいなみたいな、うん、そうそう、月とか見てもあいいなってなるし。本当です。あの花鳥風月っていうのなんか、うんうんうん、そういうのが分かるようになってきた。おじさんもう一回色が変わりましたね。でもちょっともう一回何かしら変わったらチャンスです。来ないかな。お、あー変わらないな。あーどうだ。あーですよね。このウリーンチャンス中に集
座ったこと一回もない。ない、俺もない。この前隣に座ってるおじさんに聞いたら、あれは500回に1回しか当たらんと。500回に1回?500回に1回しか当たらん、あんなもんは。でも確かになかなか当たんないですけど、そうそう、これで当たったらすごいですよね。いや、めっちゃ嬉しいよね。ねえ、見てみたい。ウリンは仕事しないよ、ほんと。そんなこと言わないで、いろんなところで役に立つんだから。なんか大当たり中の、はいはい、なんか昇格の時にウリンちゃんが出たら一番チャンスらしいです。 おいおい、それより早くスーパーリーチぐらい出してくださいよ。とここで熱い熱い、あ、そっか、驚くチャンスです。あーあわ、これで目とかが炎になったらチャンスなんですけどね。何も変わらない。ダメですね、ちょっと弱いです。デリカンさんは一番好きな季節は冬が好きです。冬暑いの嫌いですよ。おい、もう散らかすので冬は散らかさないですか？冬は散らかさないんですよ。冬はもう寒いの大好きで、はいはい、車の中で冬でもクーラーつけるぐらい、あ、エアコンつけるぐらい寒いの好きです。めっちゃ。でも吹雪とかがバーってなったら散らかるんじゃないですか？いや、もう抑えてこう大丈夫です。今でさえうっすら見えてますけど、生え際部分が気になりますもんね。先生、デリカンさん、はいはい、もし、はい、私たちが先に大当たりしたら、はい、デリカンさんも、はい、あの舞い散ってもういいですか？ハゲてないですけど、はい、ハゲてないですもんね。ハゲてないですよね。ハゲてないから。じゃあいいじゃん、視聴者さんに見せてあげてくださいよ。じゃあ書き上げるぞ。まあ自分が一番最初当てますんで、まあまあ見ててください。まあ、そうっすよ、当てがいいっすから。海マイスターですからね、はい、あ、海マイスター、はい、あ、言いましたね、はい、ジャグラじゃなくて2回、あと1回来てほしいな。あ、2回か。誰も降りてこない、何もない。まあ私はノーマルでもね、当てようと思ったら当てれるんですけどね。じゃあノーマルで当ててくださいよ。しかしデリカツさんにチャンス到来。マリンちゃんが出てきましたよ。マリンちゃん、泡です。で、当たるとき当たりますもんね。はい、目が大きくなってるんで若干チャンス。あ、でもいや、あっけなく外れましたね。まあ、1球リーチが外れた後は結構当たりやすいんですよ。その後なんかオカルトです。あ、オカルトです。オカルトです。あの、大丈夫です。多分使われないようなこと言ってしまったんで。どうでもいいけど、かわいそうなんで使ってあげましたよ。ドラッグに頼ろうかな。言い方と、ここでサプリメントタイム、はい、デリカツ印の負けないサプリ出ました。デリカツ先生って身にまとう衣装やメイクなどには力入れるのに、小道具だけはかなり雑なんですよね。もうちょっとマシなパッケージ作ったら。これめっちゃ効きますからね。もうこれ飲んだらすぐ当たると思うんで、どうぞ。でもこれ食べたらさ、デリカさんみたいに散らかったりしない？え、副作用があるの？散らかりだけやりましょう。あ、食べ過ぎて散らかってるわけじゃないですもんね。遊びすぎです。何の遊びかはご想像にお任せします。上の方はどうなっているのかな。ああ、ちょっと、ちょっと、いや、上はげてないでしょ。ちょっとそれ気にしだしますよ。ちょっとやめてください。ちょっと本当に先生は言うから見ちゃうんすよ。まあ、もともとデコは広い方だったんで、まあそんな変わってないですよ。言っても幼い頃と。そろそろ薄毛の話はこの辺にして実戦に集中しましょう。海は唐突に来ますもんね、当たりがね。まあ今チャンス目前兆とかありますけど、うん、沖縄モードはガセで発生しやすいんですよね、チャンス目が。あ、でも海モードだとチャンス目が発生した時点でスーパーリーチ濃厚なので。でもそれでノーマルリーチとかだったら海物だと大当たり濃厚です。はい、高速崩れみたいな感じで、はい、お、ここでめいちゃんに驚く。さすがですね。光った。これはもう来た。やったー、撮ってる。ちゃんとカメラ
だ。あ、これで普通でしたね。ラウンドを決める桜チャンスはいろんなパターンがあるのですごく楽しめますよね。お願い。おお。ということは、ということは、もう、いやいやいや、ハゲてないですから。見ますか、ハゲてないですよ。あ、ちょっとそれ自分のセンスですけど。沖縄の風。翔太さん頑張れ、もっとハゲてない。翔太さんもっと。ガチガチに固めてる。いや、ハゲてないですもん。ガチガチに固めてる。まだもっと散らかして。あ、いいですよね、これで勘弁してください。もう、あ、散らからない。ガチガチに固めてる。いや、めいちゃんこれで連チャンしたらもう一回チャンスありますから。オッケー。これ、あ、成功桜と。あ、この歌、歌ほら。あ、本当だ。歌が。で、この千本桜ゾーンっていうのが、15回まで。15回まで。この間で当たってほしいですね。そうね。おお、かっこいい。おお。おお、こんな初めてじゃない？うん。このパターン初めて。うわ、かっこいい。この文字色は通常ですが、赤色、レインボーなどもありますよ。あ、この文字の色でまた変わったりするんですよね。字が赤いとチャンスって。お願い。あ、まあ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 、まだまだ。うわ、ちょっとワクワクしますね。 SD の継続率が 65% ですからね。 65%。 あ、当たってほしいな。さあ、次こそは。おお、お願い、リーチになって、リーチになって。おお、いいよいいよ、お願いします。ボタンを押して、桜フラッシュを鳴らしてくださいませ。あー、文字は普通ですね。あー、お願い、お願い。おー、さすが、いただきましたね。とデリカツ先生に大チャンス到来。グリーンチャンスはついですよ。あ、16ラウンド。あ、出た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 。16ラウンド、16ラウンド。さ、デリカツさんは。あ、桜桜言ってる。まだ分かんない。サムが出てくるかもしれないですよ。すごい。あ、外れた。本当引けない男ですよね。自信があったウリン、あれ大チャンスなんでしょ。あれ大チャンスです。ウリンチャンスは大チャンスです。ウリンチャンス出て、カメラさん読みましたけど、外れました。最悪。おかげでメイちゃんのこの桜フラッシュが、そうよ、取れてるかどうか不安です。これ取れてないよ。大丈夫です。もう一回見せてください。すいません。いやいやいや、自分が当てなさいよ。すいません、当たった方ですね。グレートラック。いやー、今の大チャンスだったんですけど。なんかこの曲覚えてしまいそう。あー、いいよね、めいちゃんは当たってるからね。それは覚えますよね。私もこの魚が流れていく時の音楽しかもう耳に入ってないから。すげえ。よし、また当てちゃうぞ。またいいとこで当てたね、ほんと。ねえ、でもさ、ちょっとテレカさんのせいでいいところ見せれなかったから。確かに。ごめんなさい、もう一回お願いします。もう一回、ワンモア、ワンモアプリーズ。いや、出してよ、デリカンさんが当ててよ。あ、当てます、当てます。そう、多分。お、リーチになれば。ほい、よし。さあ、次もお願いします。なんかこの文字がレインボーだったりもするらしいんですよ。毎回文字も言ってる言葉も違う。あ、本当？うん。あー、まあ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 、しょうがない、しょうがない。あー、どうかな。あー、ちょっと弱いですね。当たる可能性ありますけど、まだありますよ、ありますよ。お、当たれ。あー、ダメ。よっしゃー。いやいや、余分じゃないから、まあ、そんなチャンスじゃないです。お、お、月が赤い。あ、
あ、本当、後ろの月が赤い。え、こさっき赤いの関係ありますか、先生？だからもう次こそお願いします。あなたの願いを届けてくださいませ。赤い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 文字。あああいいですね。もういいって、こうすればいいじゃん。あ、すごいすごい、本当にいいやん。じゃあ、メイちゃん、あの桜散らかして散らかすみたいなことやけ。あ、そうか、それはもう暴力です。あ、そうか、これはいや、本当にハゲちゃったかな。4ラウンドだね。まあまあ、でも大当たり、3連チャン、いいよ。マリンちゃん沖縄感出てるな。やっぱりあの負けないサプリの効果ですね。負けないサプリ、負けないサプリ関係ないと思う、これの効果ですよね。そうかな。その後も連チャンが続くメイちゃんでしたが、終わってしまう。やだ、4回で終了。止めろ止めろ。ああもうと翔太さんに、今2回目でした。お、来た来た来た、お、ウリンちゃん、これはチャンス、チャンス到来。このチャンス逃がしちゃダメですよ。今雷めっちゃすごかったもん。バチバチギター。あ、よっしゃー、来たんじゃないこれ。ゴーゴーゴー、シェイ、これはいい。さあ、これで当てて止まれ。ありがとう、ありがとうございます。やったぜ、さくらチャンス。素晴らしい。ギターギター先生。あ、すごい、ま、負けないサプリの効果ありましたね。ダメやったらよかった。とここでタイムアップ。デリカツさんだけ当てることができませんでしたね。散らかしましたね。いやいやいや、ただ広いだ、広いだけなんですよ、言っときます。はい、どんな言い訳してるんですか。海のように広いおでこ、おもし心も広い。はい、でも全然パタパタしても全然微動だにしませんでしたから。張り付いてるんですか。いやいや、もうちょっとセンス借りてもいいですか。最後にこういきますね。ハゲてないですか。じゃあいきます、ガチでいきます。はい、おりゃー、うわ、先生動かないで、先生動かないでください。激しくないですか。ハゲてないでしょ。先生ハゲてないですよ、大丈夫です。広いだけってことにしましょう。みんな何にも思ってないですよ、ただ先生が気にしすぎてるから。誰に言われたんすか、そのハゲって。いろいろコメントに書かれてました、ハゲって。ハゲそういうの見るんすね、見ちゃうんすね。その某掲示板みたいなやつとかもう見ないですけどね。書かれてても言わないでください、自分に言わないでください。結構わかりました、気にするんで。じゃあ先生が車乗ってる時にめいちゃんと僕が話す分はいいですか。陰口嫌いなんですよ。もうちょっとやっぱいいところを見せないとですよね、負けない男なのでですね。うん、そうそうそう、負けっぱなしじゃないですか先生。じゃあいいですよ、もう、うん、次回勝負しましょう。勝負、次回勝負、何の勝負ですか。パチスロ対決。じゃあ、はいはい、でももう僕とめいちゃんは一緒のチームでいいんですよね、それは。いやもちろんです、そんなもん余裕ですよ、2人が組んだところで。2対1で、パチスロの男ですから私は。あ、スロットだったら強いってこと。分かった、じゃあもう2対1で勝負して、はいはい、本当に負けたら、はいはい、ちょっと考えましょ う、ね、この先のこととか、うん、いろいろと言いましたが、次回は急展開、番組降板をかけた戦いに。さて来週のデリカツは、うん、見せる。さあ今回は奇跡の1枚を紹介したいと思います。なんかですね、どうしてもみんなに見てほしいものがあるということで、まあ、タブレットをですね、出た、持ってた。ちょっと待ってください、ちょっと見てください、はい、
めいちゃんのタブレット自慢ちょっといい加減にしてもらいたいですね。あの撮影前に、まあ、いろんな話をする中で私はタブレット持ってるからっていう謎の自慢を毎回されるんですよ。その流れ、それ自分のタブレットですか、これ。これは違います、違います。僕たちタブレット持ってないこと。違う、とりあえず、はい、奇跡の一枚でね、はい、あのどうしても見てほしいものがあるということで、見てほしい。そう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 、あこれですね。なんか、うん、あのその日緑丼ですね。そうそうそう、うん、緑丼ですごい調子がよくって、はい、まあ、あの770ゲーム上乗せしたらしいんですよね、うん、でそれであの1000ぐらいの終わりらへんで次見てまた、なるほど、そう770乗せた後に880、そうすごい、そうそうそう、おっていうディレクターの自慢の話らしいです。ただの自慢、そう、うん。ディレクターの自慢話を公共の電波使って皆さんに公表っていうことでよろしいですか。そういうことになります。裁判、はい、レイちゃんのタブレット事件とこのディレクターの写真自慢をもう後日裁判しましょう。これはおかしい、本当に。確かにすごいですけども、これはダメですよ。そんなことないです。これはすごくないですか。770、すごいって言われたいから、これすごいから、ダメです、これは。皆さん思ってください、もうディレクターの紹介してるからでございます。今回2枚しかないので、そうだから これしかない、これしか紹介できないように2枚、うわもう手が込んでる、やり口が。これはやばい、2分経ちましたんで終わります。終わります。